予習してんの。え、もう食べる。お腹すいた。もう、そっか、もうスマホで頼めんだよね。はい、ということで、こんにちは。こんにちは。もしくはこんばんは。こんばんは。おはようはあんまいないんだよ。はい、今日はね、久々女3人でお寿司です。イエーイ。でも今日はね、スシローじゃなくてくら寿司に来ました。久々ですね。久々だよね。はい、くら寿司ですね。女子会です、今日。納豆巻きがあるんだもん。そうね、そうなの。しかもすごいよ、長っ。すごいね。逆に言えばよかったね。あ、そっか、箸がぶつかるのね。まあまあまあ、そんな避けなくても。美味しい？今日美味しい。ね、お腹が空いてるので、ちょっとね、ちょっと食べてから、はい、落ち着いてから、はいはい、まあちょっと、何かについて語りたいと思います。何について語ろうか、今日は。もう夏休みも後半だよね。もうあと10日もないです、今。まだ終わってないのやばいかな。予想通り。リミ、今日終わったんだけど、宿題。え、日記書いたの今日？リミちゃん、やっと今日全部終わった。1個だけ残ってたんだよね、ずっとね。リミ、日記見せてくんない？卒業日記。拒否られてます。どうしよう。毎年妹頼みなのに、今年は断られてるという。やばい、どうしよう。思い出し書くしかない。すごい。え、これ何？新しいやつ？ダブルチーズサーモンと、美味しそう。チーズとマヨネーズとサーモンと、美味しそうだね。最高すぎる、やばい。わさびたっぷりで。切れる？うん。ありがとう。ブロッコリーサラダと、これ何ですか？これ青さの味噌汁です、ね、やばい宿題。でもあともうちょっとでしょ、うん、動画は今日で終わって、で、あとはあの自由提出みたいなやつばっかな。そうね、まあ出さなくてもいいけど、うん、出した方がいいよっていうやつね、要は。まあでもしーちゃんはさ、もう夏休み終わったらすぐ中間テストがあるからね。うん、勉強しないといけない。そうそうそう、それもちょっとね、勉強しないとね、いけないよね、やっぱり。何？肉か、うん、お肉にチーズ乗ってるやつか。チーズとマヨネーズ炙ったやつ。くら寿司はさ、あれだよね、スマホでできるから楽だよね、ね。あ、これ見て、ルフィの骨付き肉。なんか今あのワンピースとコラボしてるみたいで、3つぐらいなんか物語に沿ってる食べ物が出てるみたい。映画ね、結局ね、見に行ってないね、うん、なんかね、19日からなんか2500円だったかな、なんか以上食べるとなんかミニタオルがもらえるみたいに書いてあったけど、もしかしたらもうだいぶ日にちが経ってるので、もうないかもしれません。ないんだ。そうだよね。今、ピックラポンのワンピース、ね、こんな感じ。なかなか最近当たんないんだよね。ワンピースと、ね、当たるんでしょうか。ワンピース読んだことなくてさ。そうだよね、なんだかんだ言ってね、知らないんだよね。確かに。だ
から映画も迷っててさ、うん、まだ行って結局ね行ってないね。そうなの。今日は2人ともペースが早いですね。ごめん超お腹すいたからだよね。もう一気にこんなん食べてんだよ。皆さん見てください。やばくない？え、まだ来てさ15分ぐらいしか経ってないよね、うん、やばくない？すごいもりもりですね。部活なんだよ、ね、1時間だけだから。そうなの。なんかね1時間だけ部活ってあるんだね。意味ねみたいな。うん、まあいろいろ学校の都合とかもあるんだろうけどね。楽しみにします。でもそのおかげでさ午後から友達とプールでしょ。そうあ午前中からかも。初プールだね今年。そうなの。水着になれんの？やばい、全部食べちゃった。少ない？え？お腹ちょん出るやん。でも別に今食べたのがそのままなわけないじゃん。明日の朝になったらヒューってへこんでるでしょ。明日まず控えるわ。買った。水着アベイルで買ったの。安いなんか売れ残りみたいな。本当もう1着2着しか残ってないようなね。ラスト1点だった。でも別に可愛かったよね、うん、普通に。なんかわけわかんなくてさネットで買っちゃってさ失敗したってなるよりかは全然いいような感じだったよね。シンプルで。美味しかったです。グリーンケーキが飲みました。ホイップ忘れられました。いただきます。あ、そうね、ここに乗ってるはずなんだよね。まあ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 、まあ、ミミちゃんはポテトちょっと遠いですか？大丈夫？美味しいです。いいですか？あ、来た来た来た。ありがとう、リミちゃん。油すごい、すごい油すごい。なんだっけこれ名前。ハミーのなんか骨付き肉みたいな。すごい。しーちゃんじゃあさケチャップかけてこうピッ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 ってそれなりにお願いします。私が不器用なの知っているから。知ってるけどお願いします。ほんと不器用だったねえ。センスゼロだね。必ずほんとしーちゃんはこういうの苦手だよね。なんかわざとやってるのっていうぐらい不器用なの。いやだ、マジでおかしい。ご飯とかよそってって言っても本当にね下手くそよそいかと。センスゼロ。ね、みんなから私さ不器用って言われる。案外ね本当不器用なんだよね。なんか知らないけど見た目はね不器用じゃないって言われる。そう、見た目はなんかできそうかなって思うんだけど。そう思う、そうだって言われる。リミは逆で案外ちょっと不器用そうかななんて思うけど案外なんでもこなすよね。リミはね器用だよ。そういうタイプじゃん。本当の逆だよね。器用だよ。リミは器用なのよ。どっちかというとなんか運動神経もとろそうに見えていいのよ。しーちゃんなんか賢い素早そうに見えてちょっとトロかったりするところがあるよね。面白いね。ほんとなんか2で足して2で割ればちょうどよくお互いなりそうだけど。そう、足して2で割れば絶対完璧なものになる。確かに。はい、ということでね全部食べ終わったので、はい、あのなんだっけビックラポンしていきたいと思います。3人でこれだけだから多分5回ぐらいできます。イエーイ。さっき当たるかな、ね、ちょっとやってみよう、りみっちゃん。当たんなかったら必殺役だよ、ね、当たんないかもしれないよね。だけど今日まだついてるよ。すごいいくらもうでもそれで運使っちゃう。あ、しーちゃんがやった方がいいのかな今日。運ついてる。何これ、何これ、初めて飲んだけど。え、何これ、実写人うちって実写だよ、実写初めて。いつもなんか射的とかだったのに。確かに。ピースなんだよね。なんだろう。なんだろう。
神じゃない。おお、かわいい。キャラクターの名前はわかる。マグネットですね。ね、かわいい。ほら、涙やっぱり。かわいい。下向いてる。かわいいです。マグネットだよね。マグネットラバーキーホルダー。もう多分1回当たったからあと4回は当たらないと思います。もう期待した方がいいと思います。はい、じゃあとりあえず回したいと思います。ママが頼んだプリンケーキにはクリームが乗ってました。イエーイ。じゃん。近いです。残念でしたね、しほちゃん。残念ですね。元ついてないです、私は。でも美味しかったんで、いいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。